こんなこと話せるのお前ぐらいしかいないだろ。達也、ひょっとして男か。そう、男だから。もうあまり電話してこないで。恋人未満、お楽しみに。昔誰かが言いました。本当の幸せとは自分が幸せであることに気づかない状態だと。だから人は失って初めて知るのです。何が幸せか、そして一番大切なものは何であるかということを。携帯電話ができて、人は簡単に誰かとつながれるようになった。だからいつの日か心の溝を埋めてくれる、そんな携帯ができればいいのに。私はそう思った。え？今夜？ああ、別に私はいいけど。あ、うん、わかった。じゃあ6時に。それで、せっかく電話してあげても仕事が忙しいとかって、達也さんあんまり私と話してくれなくって。別に和美ちゃんのこと避けてるってわけじゃないと思うけど。達也さん本当に彼女いないんですか？のはず。先輩、達也さんのこと何でも知ってるんじゃないんですか？知らないよそんな。でも幼馴染でしょ。だったら先輩が聞いてみてくださいよ、今本当にフリーなのかって。私が？だって先輩、私のこと応援してくれるって言ったじゃないですか。よろしければいかがですか？断然お得ですよ。あ、ちょっといいですか？ちょっといいですか？今までメールの定額サービスはございましたが、このラブ定額の場合、ボダフォン同士だと月額315円で通話もメールもし放題。例えば恋人同士ならば、相手の番号を指定するだけでどれだけかけても月にたったの315円なんです。たったの？例えばこのラブ定額に加入すると、彼氏と死ぬほど話ができますから、ものすごいコミュニケーション深まりますよ。いかがですか？せっかくですからお試しになられては。やっとかけてきたか。もしもし、今大丈夫？おう、心配してたんだぞ。電話してもちっとも出てくれないし、なんか俺のこと避けてるみたいでさ。あのさ、私の心配より和美ちゃんのこと気にかけてあげなよ。なんで？なんでって、和美ちゃん言ってたよ、達也に電話してもあんまり話してくれないって。ああ、だってさ、あの子タイミングが悪すぎるんだよ。この前なんかお偉いさんが出席する会議の時にさ、能天気な電話かけてきたんだよ。ああ、なんだ、そりゃ長話なんてできないよね。だろ？でも少しは和美ちゃんの気持ちも考えてあげないと。気持ちって？はあ、呆れた。もう本当に鈍感だよね。
だから小学校の通信簿に少しは人の気持ちも考えましょうって書かれるのよ。そんな古い話よく覚えてんな。お前さ、だんだんうちのお袋に似てきたぞ。そうそうそう、おばさん覚えいいもんね。いつかなんか私が幼稚園の時に三輪車や神社の階段から落っこちた時の話、未だに言うじゃん。寝不足ですか？あ、うん、昨夜友達と長電話しちゃって。私なんか昨夜も達也さんにずっと電話かけてたのにちっとも出てくんなくって。もしもし。よ、どうしてゆうべ和美ちゃんの電話に出てあげなかったのよ。なんだよいきなり。和美ちゃん言ってた、ゆうべ達也に電話してたのに出てくれなかったって。ああそういや、お前と話した時何度かキャッチャー言ってたな。おいどうした。別に。はい、あの実はお前に仕事のことで相談があってさ、こんなこと話せるのお前ぐらいしかいないだろ。そりゃその上司の人が悪いと思うよ。でもさ、達也の言い方ってほら時々トゲがあるじゃん。トゲってお前、人をハリネズミみたいに言うなよ。何？達也？びっくりした、びっくりした。今焼きそばの湯捨てたらいきなり流しがポンって言うからさ。笑うなよ。あれ、うわ、ビール買い忘れた。お前な、それ嫌がらせだろ。さあどうでしょう。あ、ごめん、キャッチ入った。ちょっと待ってて。先輩。ごめん、待たせちゃって。ずいぶん長かったな。ひょっとして男か。サチ？そう、男。マジで？やるなお前も。今度紹介してくれよ。あのさ、その人達也のこと言ったら気持ち焼いちゃって、だからもうあまり電話してこないで。じゃあね。冗談だろ。おいサチ。翌月、携帯の明細が届いた。携帯電話ができて、人と人の距離は縮まった。でもどんなに素敵なツールやサービスがあっても、自分の心に素直にならない限り、心の溝は埋まらない。明細に書かれたラブ定額の文字が、私にそう語りかけているように思えた。